2022年12月5日、ロシア軍がウクライナ全土に向けて多数の巡航ミサイルを発射し、またもや民間の電気などのインフラ施設を攻撃している模様だね。ウクライナのほぼ全土で空襲警報が鳴り響き、首都キーウでも気温が氷点下5度まで下がる中、市民は防寒着などを着込んで防空壕として利用されている地下鉄構内に退避しているぜ。冬の戦いは厳しいものになることが伺えるよね。コロナやインフルエンザにも気をつけないといけないし、大変であることは想像に難くないよ。さて今回はロシア軍がウクライナ全土に巡航ミサイル攻撃を行っていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はロシア軍の巡航ミサイルはボルゴドンスク方面、カスピ海方面、黒海方面から発射されたと見られるとして、ウクライナ上空には多数の巡航ミサイルが飛翔しているとしているよ。ウクライナ軍では飛来した巡航ミサイルの大部分を撃墜したとしているが、首都キーウをはじめザポリージャ、ビーンヌイツや、チェルカスイ、オデーサなどの各都市で爆発音が聞こえるなどどの情報があり、ウクライナ軍の防空システムをくぐり抜けた巡航ミサイルが着弾しているんだ。これまでにロシア軍が発射したとされる巡航ミサイルの数は50発から100発とされているが、ウクライナ政府関係者の中には今回の巡航ミサイルによる無差別攻撃は、過去最大の規模となるかもしれないとの声も聞こえ、地域によっては第二攻撃が始まったとの情報もあり、各地で水道供給が停止して停電が発生するなどの被害報告が相次いでいるというぜ。施設が停止して困るのは国民だもんね。まずは国民から戦いの士気をそぐ戦略かな。ウクライナのゼレンスキー大統領はメディアに対して、ロシア軍のインフラ施設攻撃によってウクライナ国内8州の507の地域で停電が続いているとし、国内では電力などの復旧作業を急いでいるとした上で、国民に忍耐と団結を呼びかけているみたい。また、ウクライナ内務省次官によれば東部ドネツク州と南部ヘルソン州でそれぞれ90地域以上が停電していて、ヘルソン州から電力を供給されているムイコラーイウ州でも80以上の地域で停電中だとされているほか、南部ザポリージャ州では住宅にミサイルが命中して少なくとも2人が死亡して、子供を含む3人が負傷しているんだって。その他キーウ州では電力の 40% が失われていて、南部オデーサ州では停電による断水も発生し、ムイコラーイウ州でも停電が続いているとみられ、ゼレンスキー大統領はロシア軍が発射した巡航ミサイル70発のうち60発以上をウクライナ軍が撃墜したとして、ここまでに西側諸国から供与された地対空ミサイルによって整備した防空システムが機能して、ロシア軍のミサイルの大半を撃墜していると述べ、首都キーウだけでも10発飛来したミサイルのうち9発を撃墜したとしているよ。ウクライナ軍がその後発表した、ロシア軍が発射した70発のミサイルの内訳は、まず大型長距離戦略爆撃機ツポレフ 95MS から発射されたとみられる空対地巡航ミサイル、X101 クフ101および X555 クフ555が38発とされ、X101 および X555 はそれぞれツポレフ 95MS の回転式ランチャーや機体外のハードスポットなどから発射可能なものなんだ。また、第 4.5 世代ロシア空軍では第 4++ 世代マルチロール戦闘機スホイ35から発射されたとみられる、長射低空対地ミサイルクフ59オーボトが6発と中距離ミサイルのクフ31が1発とされているんだけど、クフ31は対レーダーミサイルタイプのクフ 31P ではないかと見られているね。また、黒海上から黒海艦隊のミサイルフリゲート艦などから発射されたと見られる、艦隊地ミサイル 3M54 カリブルが22発とされていて、黒海艦隊の艦艇や海キロ級通常動力潜水艦などには、まだこの艦隊地ミサイルの在庫があるものと思われるぜ。さらに、中距離爆撃機ツポレフ 22M3 バックファイアに搭載されるクフ22が3発とされているんだが、このクフ22は本来長射程の空対艦ミサイルであり、もしこのウクライナ側の発表が事実だとすると、やはりロシアの精密誘導型の対地ミサイルは在庫が枯渇している可能性を示しているな。ゼレンスキー大統領はこれら70発のうち、
60発以上を対地ミサイルによる防空システムで撃墜したとしていて、その撃墜率は 85% とされ、前回ウクライナ全土が一斉に対地ミサイル攻撃を受けた際の70発中51発撃墜の発表と比べると、撃墜率が 13% も改善したことになるとして、ウクライナ軍の対空ミサイル防空網が、ある程度は機能していることが示唆されているよ。ウクライナのシュミハリ首相は12月5日のロシア軍による巡航ミサイル攻撃について、キーウ、ビーンヌイツや、オデーサの電力インフラ施設や設備に着弾して被害が生じていて、地域によっては電力システムの都合によって送電を緊急停止している地域もあるが、国全体の電力システム自体には大きな被害はなかったとして、ロシア軍がなけなしの巡航ミサイル在庫を消費して実施した今回の攻撃は失敗であると主張しているみたい。西側諸国のメディアや軍事専門家の間では、今回のロシアによるウクライナ全土への無差別ミサイル攻撃について様々な見方が出ていて、一つには前回の無差別攻撃からインフラ施設や設備の修理が進み機能が回復した時点を狙ったものとの見方で、あくまでウクライナ国民の戦意を削ぐことを目的としているというものだね。やっぱりそういう見方も出てくるよね。一致団結しているウクライナの結束にほころびを生じさせようとしているってわけだ。もう一つは、5日にロシア国内の2つの空軍基地が国籍不明のドローンによって、攻撃を受けたことへの報復攻撃ではないかとの見方もあるよ。ロシア国営 RIA ノーボスチ通信によると、ロシア国防省は12月5日午前6時頃、ロシアのリャザン州にあるディアギレボ空軍基地と、サラトフ州にあるエンゲルス空軍基地がソ連製とみられるドローンで攻撃されたと発表したとしているんだ。両基地ともにロシア航空宇宙軍の防空システムが低空飛行するドローン3機を迎撃したとして、この攻撃でロシア兵3人が死亡、4人が負傷したとしたほか、基地にドローンの残骸が落下し爆発したために、駐機していた航空機2機の表面がわずかに損傷したみたい。ロシア国防省が公表したエンゲルス基地で撮影されたとする監視カメラの映像によると、基地上空を爆発の光が照らす様子が映っているように見えるんだけど、攻撃を実施したドローンの姿や被害が出ているかどうかの詳細は不明だね。ロシア国防省は、攻撃の標的はロシア航空宇宙軍の長距離戦略爆撃機だったと指摘し、ロシア大統領府のペスコフ報道官は、プーチン大統領がこの攻撃についてすでに報告を受けていると説明したよ。そしてロシア国防省はこの攻撃をウクライナ軍によるものと断定した上で、この発表と同時に、同国軍が同日午後3時頃にウクライナ軍の司令システム及び関連する防衛と通信、エネルギー、軍事施設に対する大規模な攻撃を実施したとして17の標的すべてに命中したと発表しており、これは同日のウクライナ全土の民間インフラ無差別ミサイル攻撃のことを指していると思われ、ウクライナへの攻撃がドローンによる基地攻撃への報復であったことをほのめかしているんだ。なお、ロシア国防省がウクライナ軍が使用してソ連製ドローンについては、日本の軍事専門家がソ連製のドローンツポレフ141ストリーシュであると指摘しているみたい。ツポレフ141ストリーシュは1974年に初飛行に成功した旧ソ連が開発したターボジェットエンジンを搭載した偵察型ドローンで、1070年代後半から1980年代にかけて運用されていたものだよ。全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートルと比較的大型の機体で、1000キロメートルの航続距離を持つ偵察用ドローンとして、敵の最前線から後方数100キロメートルまでの範囲を最高速度1100キロメートル毎時で飛行しながら、偵察任務を遂行するために設計開発されたもので、前方にカナード翼、後方にデルタ翼を有したツポレフ社の戦闘機のようなデザインで、発射用台車上から固体火薬ブースターで射出され、帰還の際は機体に備えられたパラシュートによって着地するようになっているんだ。大きな機体には、フィルムカメラ赤外線画像装置 EO 画像装置イメージングレーダーなど多様な機材を積むことができ、ウクライナ軍では2014年のドンバス戦争で実戦投入していて、もし今回の攻撃がこの中141ストリーシュによるとすれば、
自爆型ドローンとして改造したのではないかと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。